今わかった？今みたいに順番に進んでるっていう。こいだ。大丈夫だよ。どう？いけそう？頑張れよ。絶対上手くなるからこれ。ですみ3番リフトのさ、一人乗りのところガンガン行くからな。ここは4人乗り。ここ手前から注意してね。手前から絶対行って。じゃあもうあとは今みたいに一人、今度は一人でどんどん乗る。並んでな。オッケー、すみか。じゃあ乗り場まで一緒に行こうか。じゃあお願いします。はい。もう一回レース乗るからさ。よし、スタート行け。スタート。スタートのあれ 35? 35これいくじゃん。これあれいくつよ。なあ俺にやつじゃない。これいくつある。これ30。35であんなカーブに。ああ、いやー難しいですね。本当にそれは100ないとダメだよ。きれいだもんな。あと余裕すぎるわ、このスキーだ。マジっすか。そうだな。ちょっと次これで行ってみます。やばい。いやでもね、やっと履いた方がいいんだろうけど、余裕すぎる気持ちがわかるから。多分これでマジでギリス、僕確かに。やっぱ下になってます。いや、今見えなかった。すいません。あと後半でエッチングするターンが多いんで、はい、もっとターン手前から仕掛けてってください。ありがとうございます。はい、ちょっと背中見てみます。熱い。そうだ、そうだ、聞いて。これ、初めて。手さ、前出すのが大事だから。おお、いや、いい感じですね。もっと余裕あるときは、クローチング、少なめ。少なめ。やってみ。やってみ。スキーだときついです。また、気をつけてね。それ何メーターですか。35です。35。きついですか。あとは慣れたんで、あとは腕だった。トライをじゃあ早く。手前だから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 。こうターンじゃ肩から行っちゃうんだよ。ちょっと後半踏むなよ、あんまり。予選いくな。そこ邪魔だ。予選いくな。頑張れよ。受験は。もっともっと早く。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 ちょっと縦の部分長かったね。そうするとやっぱカービングしないから、ちょっと後ろでカービングをしていくわ。カーブ後半に変えるんですね。もう一旦カービングしていいね。すごいね。余裕あるときどんどんクローチングしてね。このスキーなら
ら全然余裕で入れると思うので、はい、最後横に横に行って、はい、これ2回早くして、はい、ここにあったといい、はい、壁付けして、だいぶ上から入ってきてもいいかな、今までもバスに行ってもいい、はい、ああいう感じで最後何だ、これ俺か、はい、はい、はい、とにかくあんまり乗っかってきて、まあ、いいよね、しかし、どうぞ、やっぱあれは肩が下がりっぱなしだね、こう乗ってこう乗ってるからポールに近づいてきたら、うん、あんまさ体から行かないように足から動かしてて、体がずっとポールの方に行っちゃってるから、上ワッピーになった方がいい、意外といいラインバスターであるから、ああいうラインバト君、これほら、フラグの時から足首伸びちゃってるんだよ、もっともっとハイラインしないと、ターンの下でポール過ぎてからターンしてるから、そしたらスキー出たはずないから、もっと上から伸びてターン終わったらもう、ミター何メートルだろう、23、そうです、上がります、じゃあもっと早く手前から、結構横でプレッシャーしてる、手下げるな、手下げるな、手、顔の前、邪魔ないで、顔の前、あったよ、今何年生、人が3年生5年生ずっとね、やっぱボールに横でプレッシャーが強いっすね、プレッシャー、はい、一本もないです。ずーっとこう。一本ないの。はい、こーっ。だいぶ。いや、ちょっと欲しいの。つまり。つまり。つまり。これじゃすごい、ほら。全部見えないって。すごい妹だ。この人を抑えて。余裕があるのに甘んじてるね、ちょっと、なんていうのかな、角付けしたら横に動く、圧ためてもターン終わったんですよ、枕ねーなー、ずっとこの腰の位置がずっとここにあるからなんか足が動かないんですよ、はい、もうちょっと高くしてあげて足元に動かして、はい、上手くならねえな、ほんとにそんなもんなの、あのさ、次も見てもそうなんだけど、もう本当に体をこう、こう倒すんじゃないの、乗っていくってことがやってるんだ、今までの振りの中で左ターン、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 こういうやりたいんだけど、ローコの後半タイムが出るが、ローコの後半に、はい、で、パン、で、決めたらもう、バカンメーカーで、もっと、もっとバカンメーカーに、どん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 、バカンメーカーに、だけに、外側に、バカンメーカーに、バカンメーカーに、おはようございます、おはようございます、そうですね、なんか、結構、いいじゃないですか、やっぱ、羨ましいよね、今、結構多分、曲がらないと思うか、だから、早めからタイミングがないと、やっぱりしっかり、こうやって。
しい。楽しそうですね。楽しそう。一番楽しそう滑ってきたのっすか。そう。早く出るよ。混んでて間に合わなかったっすよ、一発目が。でも減ったんすね、人数がね、昨日に比べたら。うまくならねえなそこに、長藤さんが。変わり映え、変わり映えしないな変わり映えしないなまたこれ痛くなっちゃった危ない。いや、今日は朝と夜だけだから。そうですか。一回これ見たら明日もしかして前に行かせる。前のたままでは大丈夫です。まとめるします。前にファーストトラック行かせる。